はい、こんばんは。まあ、若い方にちょっとお聞きしたいんですけども、はい、まあ、ちょっと突然さ、オナニーってどのぐらいやってますか？まあ、例えば、今、よくあるのが、まあ、週1回とか、週2回とか、週3回とか、そういう感じなんですけども、まあ、1日5回、例えば、本当に休日の日で、俺は1日5回以上必ずオナニーするっていう方、いらっしゃいますか？もしいたら、あなたは、日本の救世主です。まあ、これってなんかまあ多分笑われるかもしれないんですけども、まあ僕らのお父さんの年代っていうのは当たり前のように8割以上の人たちが1日4回5回オナニーしてなんですけども、今の若い、僕らの年代、さらに若い年代ってほとんどしないんですよね。まあなぜかっていうと、まあもちろんやることが多いとか、あとはまあ、単純に睡眠時間が少ないとか、コンピューターとかスマホのやりすぎとか、そういういろんな原因は考えられるけど、二つ原因があるのは、一つは食事。もう一個が、薬の飲みすぎ。で、食事ってのは何かっていうと、まあ、ほとんどの若い人、ほとんどコンビニ行って、ね、いろいろ、一日三回以上コンビニ行く人ってかなり多いと思うんですけども、コンビニ、例えば弁当買ったり、おにぎり買ったり、パン買ったり、あとスナックとか、コーヒーの、なんかスタバのドリンク買ったりとか、いろんなの買ってると思うんですけど、このコンビニの、食事ってまずい。なぜかっていうと、コンビニの食事っていうのは、ほとんどの原材料をアメリカから輸入して、安く弁当でも作ってるんですよ。で、アメリカから輸入すると何が悪いかっていうと、アメリカの原材料を牛耳ってる、モンサントっていう、グーグルしてほしいんです。モンサントっていう、すごい大きな会社があって、これは本当に大きな農業の会社で、ほとんどの、例えばトウモロコシとか、豆とか、アメリカのほぼ8割9割を作ってる会社なんですよ。で、もちろん、僕らが食べる牛とか豚の、餌も作ってるんですけども。で、これが何がやばいかって、今、よくありがちな、遺伝子組み換え商品。で、遺伝子組み換えって言うと、よく日本の納豆とかは国産だから遺伝子組み換えてないから、俺は大丈夫だって結構皆さん思われるんだけど、それは確かに大丈夫。納豆は国産だから遺伝子組み換えない。でも、もしコンビニで普段からこう食事買ってる方は、コンビニの食事、いわゆる弁当とか、おにぎりでもそうだけど、あとスナックとかそういう、コンビニで売ってるものの8割9割は、モンサントの穀物が入ってるんですよ。米でも、トウモロコシでも、豆でも。つまりどういうことか、コンビニで食事を買うと、自動的に遺伝子組み換え商品を食べられちゃうっていう、ものすごいシステムなんですよね。で、コンビニ業界ってものすごいから、もう東京の至るところに、東京とか大きな都市の至るところにあるから、もしコンビニで食事してる若者はやめてください。なぜかっていうと、コンビニで遺伝子組み換え食べちゃうと、勢力が落ちるんですよ。で、これ冗談でも何でもなくて、今の僕らの年代っていうのは、昔の僕らの親の年代、お父さんとかの年代から比べて、精子の数が2割3割減ってるんですよ。人によっては半分以上減ってる。で、さらにさっきの話なんですけども、1日5回以上オナニーできないとか、オナニーしたくないっていう、つまり勢力が昔よりなくなってる。だから子供も増えない。勢力がなければ子供も増えないっていう、このこと。で、それはなぜかっていうと、モンサントをバックアップしてるのはロックフェラーファンデーションとか、あとコークブラザーってアメリカのとんでもない大きな大金持ちがいるんです。彼らの目的があるんですよ。それは人口を削減するっていう。これはもう、完全にもう、いろいろ調べれば出てくるんですよ。今の70億人、世界多すぎるから、彼らの中には、まあ、最低でも半分ぐらい、30億、40億ぐらいまで減らそうっていう計画があって。で、今それを、例えば昔のヒットラーみたいにこう虐殺しちゃうと大変なことになるから、それを彼らに悪い食べ物、いわゆる GMO、遺伝子組み換えの食事を食べさせて、勢力を落として子供をまず作れないようにしようっていう、これが進んでるんですよね。で、それが日本で成功してる。今の若者の勢力が落ちて、で、僕らの若い年代は子供の数がすごい減ってるっていうこと。で、結婚もしたくない。すべてはコンピューターの前で解決するっていう。で、もう一個は、先ほど言った薬。例えば日本の CM 見るともう薬の宣伝がもうガン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 竹
田薬品ですとか、食べる前に飲むとか、キャベジンなんとかなんとかとか、ね、咳が出たら早めのパブロンとか、あれってとんでもないこと。例えば咳が出るとか熱が上がるっていい機会なんですよ。例えば体が咳と戦おうとする抗体を作る。でもその時に薬を飲んじゃうと体が戦う機会を失っちゃう。例えばもう一日中寝てて、寝てる人っていうのは筋力弱まりますよね。それと一緒で戦う機会をなくしちゃってるってことは、人間の生命力が落ちるってことだ。つまり薬を頻繁に、例えばキャベジンとかこう飲んで、今日も忘年会だって言って勇んで出かける人っていうのは自分の生命力を下げてるんですよね。で、その生命力を下げると、先ほど言った精子の数が少なくなるとか、そういうこと起きちゃう。だから若い方に言いたいのは、まずコンビニで食べるのをやめる。もう一個は薬を飲まない。この二つ。そうすればおそらく1ヶ月後から1日4回、5回、もしかしたら10回ぐらいオナニーができるかもしれない。そうすれば1日5回以上オナニーする人は日本の未来を救います。それじゃあまた。